中の女性がいましてね。一中、うん、好きな人ってこと？告白しようと思ってんすよ。あ、絶対した方がいいね。ですか？うん、それどういう人なの？絶対言えない、絶対言えないんだよ。イニシャルだけね。イニシャルね。はい、X。X 始まる人いる？え、なんか最後みたいな。モッキンちゃん。よし、今日絶対告白するぞ。あ、練習させてくださいみたいなくだり、今の時代やらないですね。あ、痛いか？おーい、ね、トシちゃん。X ジャパンの X ですね。回答覚えて好きなんですね。おーい、あ、彼女の元にね。おーい、まあまあ走り方はね、人それぞれなんでね。おーい、だいぶ距離ありますね。おーい、大丈夫ですか？回答できます？はあ、ようやくね、たどり着いたみたいですね。はあ、まだありましたね。ちょ、距離ありすぎて休憩挟みました、一回ね。うん、よく見つけられたよね、この距離で彼女のこと。え、4.0 のメガネかけてますか？あとなんかその手に持ってる花束みたいなやつ気になるね。プロポーズの時じゃない、花束って。あんま告白の時に持ってかないのよ。おーい、おーいは最初の1回だけでいい。実態気づいてるから彼女は。おーい、これ彼女は今待ってる状態で合ってる？え、逃げられてる可能性ない？え、距離縮まってる、大丈夫これ？うん、あ、水筒だった。花束かと思ったら長水筒でした。いや、より告白にそぐわないから。おー、頑張って走れ。おー、いいから。好きです、付き合ってください。言った、ストレートに告白した、いいですよ。あ、練習でした。あまりにも距離が長すぎて一回練習挟みましたよ。いや、彼女に見られてるから、その練習風景。本番いきます。本番ね。よし、頼むよ。本番いけよ。I love you。 練習と違うかもしれない。いや、でもしましたよ、告白ね。彼女の返事待ちましょう。ん、お、彼女がこっち向かってくるの待ってんな、お前。何中間地点で告白してんだよ。たどり着いてから言えって。おーい、お前が言うな。おい、走れ。おい、お前も走れ。おーい、よしよしよし。あ、ワンちゃんでした。もういいよ、どうもありがとうございました。